マキシマルブラヨーラクユリはユリカバイモ族の植物。別名はフリチラリア、フリチラリアインペリアリス、オオカンユリ。黒ユリやアミガサユリと同じバイモ族の植物で、バイモ族はユーラシア大陸から日本列島、北アメリカ大陸に至るまで約80種があり多くの種が干渉用植物として栽培されている。ヨーラクユリもその一種である。 球根性の多年草で、高さは6 0トルから1メートルに達する。茎は、肉質で下方に、光沢のある葉を何段かに分けてつけ、茎の先端に多くの葉と花をつける。葉は幅2 5センチメートルほどで平滑である。小形の花は、直径4から5センチメートルで、酸が高除となり、色脇色、高褐色、レンガ赤色,色、エビ茶色、濃厚色、 だいだ赤色などで、園芸用品種としては多様な色がある。7から8個の花が固まって咲く。微麗な花であるが有毒である。花碑は6つで卵型、または長大円形。長さは3.5から5センチメートルほどで内側基部は黒いが白くて大きい蜜線が目立つ。おしべは花碑より長く6本ある。黄色味を帯びた輪形は縦断すると中から目を持った。 同じような隣形が出てくる。隣形はリンペン用の溶液に新たな隣形を作りながら新固体を形成する。染色体数は 2n イコール24で1から12の過剰染色体を持つ。なお隣形は食用とすることができるが悪臭を持つ。品種に同光色のオーロラ、光色のマキシマルブラ、高褐色のオレンジブリリアント、黄色のマキシマルテアなどがある。 和名の洋楽ゆりは、下水した花を仏具の洋楽に例えたものである。種小名のインペリアリスは、帝王のノイで、バイモ族で最も優れていることを意味する。洋楽ゆり、フリチラリアともに、バイモ族の総称としても使用される。小アジアからインドにかけてが、原産地である。自生地は、イラン、アフガニスタン、トルコ、西ヒマラヤ、インド、 自生種の林形は地中深くに存在する。イランファールス州の洋楽ゆり群落ジョン・エドワーズの描いた洋楽ゆりロックガーデンには適せず、花壇に植えるか、切り花にするのに向いている。球根を植える際は深めに植え、排水性、保水性に優れた有機質を含む土に植えると良い。体幹性に優れるが、強い光、高温、乾燥に弱く、半日陰で育てるのが良いが、 光が弱すぎると弱火や球根肥大が悪くなる。球根以外に臨兵繁殖も可能である。サビ病やウイルス病が発生することがある。ヨーロッパでは古くから観賞用植物として栽培されてきた。ヒマラヤからイスラム圏を経て中世の末に南ヨーロッパへ入り、ルネサンス期に北ヨーロッパまで広がった。例えば、ビーンには1576年に ペルシアンリリーとして伝えられた。ヨーロッパでの繁殖能率はあまり高くない。ヨーロッパに伝来して以降貴重な園芸品種として愛好され、フィンセントファンゴッホをはじめとして多くの画家が描いている。5月4日の誕生歌とされ、花言葉は天井の愛。日本での栽培は難しく何度か輸入されているものの繁殖能率はあまり高くない。 趣味の園芸による幸い難易度は5段階中4である。日本には1872年から1873年にかけて伝来した。早春に咲く花として評価されており、秋に球根を植えると4月中旬から下旬に開花する。ただし開花まで4から5年を要する。6から7月になると地上部が枯れて休眠する。3から4年であれば植え話もできるが、 夏季に地温が高くなりすぎる地域では球根を取り出して、冷暗所に保存し、秋に植え直す。ありがとうございます。